バンドメンバーと出会ったのは、はい、気になります、ね、せっかくですからね、はい、ちょっと、まあ、あのもう僕らとかは存じ上げてますけどもちょっと、ね、皆さんはね、はい、っきっかけを知りたいと思うので、はい、その答えがこちらです、はい、藤岡市の今井商店今井商店、ね、何屋さんですか。雑貨屋。あ、雑貨屋さんなんですね。雑貨屋さんですよ。雑貨だからなんだろう、昔の今でいうコンビニみたいな。はい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 、はい、タバコパン売ってたりとか、タバコ売ってたりとかみたいなものですよね。ティッシュとか。ティッシュ大事です。大事です。考えてごらん。ティッシュ、歯ブラシとか。そう、ティッシュとか歯ブラシとか大事ですから。今井商店。でもそこにみんな来てたわけですか。そういうわけじゃないでしょ。まあ、出会ったのはね、高校の2年生ぐらいか。ああ、そかそかそか。で駅前だったから、自然にっていうか。そうか、周りの学生の子たちもそこでちょっとしたもの買ったりみたいなことだったんですか。いや、ちょうどだからなんだろう。だから俺の友達が誰か連れてきてみたいな感じで、うん。ああ、なるほどね。で電車を待って時間でだから田舎だから1時間で1本とか感じだからそこでこう来て時間潰したりみたいな。へえ、じゃあもうその頃からじゃあ今井さん家にみんな集まるみたいな感じだったんですね。タバコ屋だしね。あタバコ屋さんはあはあでもでもほら同級だったわけでしょ、うん、学校も一緒に同級だったわけでしょ。学校では会ってなかったんです。学校で会ったの最初。では今井さんはやっぱり音楽こう、ね、RC とか YM をこう毎日こう弾いてるって、僕はちょっとこう道を少し外れてて、勉強ばっかりやってたからあれでしょ、なんか別のでしょ、法律に外れた方の勉強そんなことない、そんなことない、そんなことない、こんな顔した人ヤンキーにしかいないじゃんそれはそれは違う君違う あれだから、氷室さんの後継として立たれてたわけですよねいえ、そんなことないですよ。だって氷室さんはもう、はい、あのガチガチでした。いやいやいや、優等生で通ってたやっぱこう補い合うんですね、そこら辺は前のめりだな来なくていい、来なくて近い、氷室さんに怒られても知らないそれは嫌だ、それは嫌だ両方から怒られるのも嫌だ両方からじゃあ聞かないもん、分かったいやでもまあそれで、でもほら、まあ、バンドやってたりとか音楽まあ聞いててみたいなところでどうやって知り合ったんですか、それそれ2人は。じゃああのね、僕のその、あの仲のいい、うん、あの勉強好きな仲間たちが、はいはいはい、あるきっかけでこういなくなってしまって、あ、勉強の方にしてしまったんですね。勉強に持ち込みたいあれか、さらにさらに専門の方にねそうかそうか、もっとそうかそうかそうか、そうですよね、さらに専門的な知識を学びたいって言うんじゃって集まってらっしゃるそうそうそう急に、そうそう、まあ、引き抜きがあってね、どんどん間引かれてって合宿合宿、そうか、そうです、集中集中のね、短期集中で2年とか1年とかでガッていかれるやつ、ありますありますあります、お友達が減っちゃった、なるほどなるほど、なんかね、みんながこう今井さんの家に行って、うん、遊ぶと楽しいよって感じで、おそしたらもうみんなさ、あのタバコ吸ってるしさ、はい、ああこれは違うと思った、違うと思ったんですね、そうかそうそうか、その頃だって桜井さん別のもん吸ってました違う、ごめんなさい、違ってました、ちょっと違う、ここから吸っていいの、え、何がやべ、余計な、余計な血の方は結構出てた、違うね、そんなことがあって、じゃあまあそれで一緒に遊ぶようになってみたいな感じだったんですね、うん、じゃあ他のメンバーはほら、ゆうたさん、じゃあゆうさんとかゆうたさんとかは下だから学校も別だったんでしたっけ。学校は同じで、学校は一緒で学年が違ってたってことだった。そうそうそう。で雄太は電車通学だから、うん、だからそれこそもう朝俺を今井商店に叩き起こしに来て、はで今井パイセンだ。で、そうね、でうちで缶コーヒー飲んで、はいはいはい、ただで、うん。じゃあ鼻からああいう性格だったんですね。宿りみたいな。ああいう性格。ああいう性格。ああいう性格。なるほどね。でそこでヒデさんもまあ来つつ。ヒデはね、うん、バンド
やろうってことになった時に、うん、だ桜井さん、うん、俺、うん、とあと前のボーカルがいて、おで優太がいて、うん、でやろうってなったら、はい、ドラムだったからその時、はい、したら何の相談もなしに、うん、ヒデを連れてきて勝手にあの勝手に連れてきてそうだったね、あれで何なの何なのみたいな、なんかあいつ、あいついるけどな、なんか桜井さんが、うん、いや多分一人だけ一個下で嫌なんだろう、なるほどね、なんかっていうと結局パシフィーされるからなるほどね、そこを回避したんです。さすがだな、もう一人ね入れて、いやゆうたさんはねそういうリスクヘッジすげえうまいのね、うん、よく分かってるねすごいと思う、今多分見てるよ、いやいやでもすごいなと思う本当に、だってこう打ち上げとかの場所 の, その席の取り方もうまいとこ取りますもんね、よく見てるね、いや本当にいつでもはげられやすいとこ取ってるね、そうそうそう、奥に入りきらずに手前の方で動きやすいとこ取ってるんですよ、さすがなんですよ、いやーなるほど、でその後に兄が来る感じなんだ、そうそう、はあなるほどね。